東京都福祉市長、元福祉市議会議員。市立東方高等学校を経て、1976年3月に、早稲田大学社会科学部卒業。同年4月、日本校管株式会社に入社。1981年、日本交換を退社し、実家の蕎麦屋の経営に携わる。2003年4月27日執行の、 福っ市議会議員選挙に出馬し、初当選を果たした。2007年、再選。2008年、市議を、任期途中で辞職し、福っ市長選挙への出馬を表明。2008年5月11日執行の、福っ市長選挙においては、加藤に加え、福っさ商工会会長、民主、社民2等が推薦する前、福っさ総務部長、 共産推薦の行政書士がそれぞれ無所属で出馬した。自由民主党の推薦に加え野沢久と福佐市長の支援も受けた加藤が3人の候補者を制し当選した。投票率は45.91%。同年5月21日市長に就任。2012年の市長選において再選。投票率は 39.54%。2016年の市長選において再,再選。投票率は38.31%。2020年の福さ市長選挙で4選。ありがとうございます。